早くチューして。こんにちは、エルビアン TV、 エルビアン TV のレイアンとゆです。今日はじゃん、キスです。これはね、8種類のリップクリームが中に入っていて、すごいんですよ。これコーラとかスプライト、ファンタ、匂いがついて、味もちょっとついている、リップ保湿クリームになってます。はい、今日はね、海外で流行ってるリップクリームチャレンジ、キスチャレンジですね。キスチャレンジをやっていきたいと思います。はい、ね、ルールは簡単。片方がマスクをした状態でチュッチュして、そう、片方が塗ってチュッチュしていって味を当てていくっていうゲームです。はい、ちゃんとねアイマスクも用意したのでつけていきたいと思います。それではレッツスタート。エルビアン TV、 最初はグッじゃんけんぽい。負けた。でチューされる側になる。じゃあアイマスクをつけたいと思います。でユウがする側です。じゃあこれはセットしたのでお願いします。はい、ちなみにね、今日のこのリップクリームはアマゾンで買ったんですけど、すごいね珍しいリップクリームで、そういうのってあんまり売ってないので、もし気になる方はネットで探してみてください。じゃあどれからいこうかな。ちょっと迷うね。まずこれからいきます。全然匂いしないかわかんない。これめっちゃ味する。超味する。味？うん、気になる。でもちょっと待って、わかんないかも。どう？早くチューして。わお、わかんない。わかんないね。私もわかんない。つけたらわかんなかった。やっぱりもう一回。甘い練り消しの味がする。うわっ！ね、練り消し食べた。練り消し。練り消しって知ってる？みんな知ってるよね。匂い付きのさ、練り消しってなんか伸びるさ、消しカス集めたやつあるじゃん。あれでも、ね、砂糖とちょっとベリーっぽい気がする。さくらんぼ？え？さくらんぼ？正解って？うん、スプライト。全然違う。はい、次何が出るかな。これ相手がリップクリームつけてたらこれぐっちゃぐちゃになっちゃうね。じゃあ一旦落とします。なんか甘いもの食べたい時これ食べたらいいね。早くチューして。なんか不思議な味する。やだ、言わないで。そういうの楽しみが半減しちゃう。チューチューチュー。無理無理。チューして。チュー。よし、練り消し。ファンタのグレープ正解。なんかファンタグレープの匂いがする。グレープ系ってさ、クリームにすると分かりやすい気がする。早く。サグランボ。お、正解。何そんな美味しそうじゃない感じの。美味しくない。なんかね、何かで覚えてる。これなんだろう。練り消しじゃない。また練り消し食べてたでしょ。食べてない。何かな。これにします。何何なる、うん、これすごい。美味しい。美味しい。食べたい。チューして。早くチューして。欲しがりさんだね、本当に。これコーラじゃなくない？絶対いちご。正解。なるほどね。なんかでも全部練り消したのにする。じゃあこれいきます。これ何かな。いや基本的に全部美味しいような気がするけど、意外と保湿力高いね。すごいすごいすごい。これすごいよ。すごい保湿力高いよね。これおすすめ、お菓子好きな人に。あ、これね、チューして。コーラ。コーラじゃない。バコーラの味がした。絶対嘘でしょ。え、でもコーラって言った今、うん、まあ、コーラだけど。コーラっちゃコーラ。コーラだけど。ラスト3つです。はい、お願いします。これいっちゃうね。すごいさ、そんな色してる。ちょっと待って。何？え、私自体これ何の味かしか分かんないんだけど。はい、チュー。Oh no。 忘れ
え、これマジで自分でも何の味か分かんない。何だか分かんない。めっちゃ美味しくない。え、それ多分、あ、シップ、シップだ、これシップ。失敗してはございません。マジ美味しくない。結局さ、正解何？知らないの。知らないじゃん。書いてないんだって。書いてる。じゃあ残りはね、2本になりました。ちょっと私的にじゃあこっちで、こっち最初に行くよ。はい、じゃあ行きます。ほら、正解。これわかる。なんかあれ、駄菓子屋さんのなんかコーラとラムネ味みたいなさ、味のさ、うん、キャンディーでさ、コーラ缶の中に入ってるやつ、わかる。うんうんうん、味がする。じゃあこれいきます。わかんない。え、待って、わかんない。え、ちょっと待って、ゆう一番この味好きかもしれない。うそ、いっぱい塗ってチューして。ファンタのオレンジ。正解です。これめっちゃ分かりやすいね、最後のやつ。はい、ということでチューをしてみたんですけど、はい、じゃあゆうちゃん的ベスト3は。え、 3？ ベスト1しかない。嘘、1しかない。じゃあ1はこれです。ファンタオレンジ。ちなみにれいちゃんのベスト1は。え、私のベスト1は多分だけどこれだったと思う。ファンタグレープ。いやね、ファンタ系はね、美味しい。まあ、以上でね、こういうね、リップクリームを買ってみて、今日はキスチャレンジをしてみたんですけど、いかがでしたでしょうか。ぜひね、カップルでね、なんか普段のチューでは物足りないって人がいたらね、やってみてください。刺激物だね、これ。刺激物だね、これ。いけない刺激物じゃない、うん、いけない刺激物。これ大人の刺激物なんで、みんな気をつけてくださいね。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。チャンネル登録しても通知がいかない方はベルマークボタンをなんとオンになってるか確認してみてください。はい、要チェックです。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あのね、ちなみにゆうちゃんのこのメガネはサングラスじゃなくてメガネです。そしてゆうちゃんはライトにすごく目が弱いので、最近のパソコンの光と照明の光で目がやられてしまったので、はい、当分メガネです。で、私お気に入りのやつでゆうちゃんに逆チューをしたいと思います。え、すごい、ちゃんとね、中もパープルなの。